高速縄跳びギネス世界記録に挑戦。せやけどこんな広さの体育館いるか。ギネスですからそら、ね、今回の挑戦にはギネス世界記録の公式認定員である小川さんに立ち会っていただきます。えぐみちゃん、ギネス世界記録に挑戦です。いよいよ自らのギネス世界記録に挑みます。ジャッジズレディ、スキッパーズレディ、セット、ゴー。早いな。結構頑張れ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 規定では30秒99までカウントが許されます。認定員が厳正に計測。果たして正式な記録は、はい、162回です。ということでギネス世界記録達成です。おめでとう。達成したの。はい、でも記録が出たので疲れは取れました。よっしゃ、ありがとうございます。認定員小川さんから新たな認定証が手渡されます。めぐみちゃん、ギネス世界記録おめでとう。アムちゃんが続いて向かったのは愛知県名古屋市桜花学園高等学校にやってきました。こちらの女子バスケットボール部は全国制覇3回という高校女子バスケットボールチームの強豪。このチームには日本一のびっくり高校生がいるんです。ラムちゃん、ラムちゃんです。おラムちゃん、ラムさん、はい、こんにちは。こんにちは。あー、ちょっとじゃあ横並んでもらって、アムちゃんとラムちゃんです。ラムちゃんですか。アムちゃんが膝の高さという超ビッグな高校生、渡嘉敷ラムちゃん18歳。身長はなんと191センチ、アムちゃんの3倍以上。手の大きさもこんなに違います。そんなラムちゃんは実業団の強豪ジョモサンフラワーズに所属。2年後のオリンピックで日本代表間違いなしの選手なんです。